名は何という。お主ただ者じゃないな。花もたくさん植えてね、いいですね。お猿も泳いでる。君たち、ベッド奪われた分やり返すのね。いいね。これぞ共存ってやつだね。前世は白熊らしいガオー、どうもここです。プラネットズー東南アジア動物パック第5弾やっていきます。こちらココズー別館に今回も新ダウンロードコンテンツの動物導入したいと思います。第5話はね、2種類導入します。やっていきます。今日のメインはこちらマレーバクさんです。なんか黒白のこの見た目のバク見たことある人も多いかなと思います。結構いろんな動物園にいますよね。はい、後ほど登場してもらいます。まずはこっちを先に。展示動物ですが、オオコノハムシさんです。もう擬態界の王様だよね。説明文に驚異的な擬態能力って書かれてるくらいだからね。これワンチャン展示しててもお客さんわかんないだろうね。はい、この子から行きたいと思います。オオコノハムシのエリアですけど、このドームの右上に作りたいと思います。左下からテングザル、マレーグマ&ビントロング、ウンピョウって感じになります。とりあえずね、全方向から見れるようにして、混雑を防ぎます。今回は8匹、1ブースに2匹ずつ入れてます。ようこそココズー別館へ。温度と湿度を調整してレイアウトも変えてあげます。昆虫さんの快適度とかどうやって測んだろうね。このエリアもね、怒涛の植林をしていきたいと思います。はい、こんな感じで完成です。非常にいい感じではないでしょうかね。ちょっと人の入りも見てみようかなと思います。お、第1号。ちょっと第一人称視点でいこうか。いいね、雰囲気がありますね。第一人称視点でさ、プラネットズー歩くとさ、本当の動物園に行きたくなっちゃうんだよね。困ったことに。わかります？え？あー、やっぱりいないよね。いないというか、見つけれない？諦めるな、お客さん。諦めるな？諦めるな？あー、諦めるなー。これまずいな。お客さんたち観葉植物鑑賞してるだけだよね、もはや。探してはいるよね。下だよ。ここにいるよ、お客さん。誰も気づかないのか。誰も気づかない。ここならわかるだろう。さあ、どうだ。いやー、見てないな。全然視線が虫と合っていない。ダメか。オオコノハムシの擬態の勝利か。あ、見てるね。見てるよね。ゲー。名は何という。お主ただ者じゃないな。さすが雲の帽子かぶってるだけあるね。あ、満足しました。さあ、ということで、今日のメイン、マレーバクさんに行きます。マレーバクさんね、なんと、共生できる、一緒に生活できる動物が結構いて、本当かどうかわかんないけどね。はい、せっかくなので、テングザルのところにお迎えしたいと思います。なんとなく仲良くしてくれそうな気はするけどね。
ひとまずこの真ん中のスペースにマレーバクさんコーナーを作ろうかなと思います。マレーバクの体に模した屋根のベッドを作りました。はい、あと池作ろうかな。いやー、チャンネル登録者1000人いったらね、超本気クラフトの新しい動物園始めようかなと思ってるんだけどね。ここず本館もかなり雑だからね。これなー、多分だけどテングザルに乗っ取られる気がするなー。マレーバクさんマイペースそうだからうまく共存してくれたらいいけどね。池完成。なんだかんだシンプルかつおしゃれに作れたんじゃないかな。そしてマレーバクゾーンがお客さんからあまりにも遠かったんで空中歩道を作りました。この歩道からね、お猿の木登りも見れるし、いい感じかなと思います。いや、でもちょっとなんか安っぽいな。歩道の下埋めるか、めんどくさいな。はい、こちらも完成。いかがでしょうか。下はね、苔の岩で固めて、真ん中にカボックの木を、父の木を植えました。穴もたくさん植えてね、いいですね。ただの空中歩道よりもなんか世界観がちゃんとある。さあ、マレーバクはオス1匹、メス1匹しかダメなので、まあ、合計2匹を新しい家族に迎え入れたいと思います。ようこそココズ別館へ。めっちゃテングザルいるけど。仲良くしてくれよ。ちょっとテングザル興奮してる？新しいお友達だー、イエーイってなってるだけならいいんだけどね。いいね、池が似合うね。おお、テングザルとぶつかったね。全然近くにいて平気そうだね。バクは泳ぐのが好きなんで、結構水に突っ込むね。お猿も泳いでる。やっぱり予想した通り、お猿がベッドを占拠した。マレーバクのためにベッド増やしとこうかね。ちなみにマレーバクは捕食者に襲われた時に、まあ、水中に飛び込む習性があるらしくて、まあ、なのでよほど泳ぎには自信があるのかなと思います。すごい、結構奥まで泳いでる。お客さんたちもびっくりだな。目立つもんね。動物園ってこういう人口密度は低いけど、こう動物を遠目に眺められる場所って結構あったりして好きですね。この辺も意識して実際の動物園をね、目指して作ってます。では今日もやりましょう。ココズ別館今日の動物豆知識。イエーイ。グラントズーさんがまとめてくださった豆知識の中から毎回一つ共有するこのコーナー。今日の豆知識はこちらです。新生児のバクは黒い毛に白いブチと縞模様の毛皮をしており、熱帯雨林の下映えと木漏れ日に溶け込むようになっている。なるほど、赤ちゃん結構個性的な柄してるよね。後で見てみましょう。それこそ大人のバクもさ、なんか夜間に白い部分が目立つことで、なんていうの、輪郭がボケて
こう見つかりづらくなるからこの柄らしいよね。なんか進化ってマジで凄まじいよね。神秘的すぎる。というわけで今日の豆知識でした。ありがとうございました。お、交尾だね。いいですね、プラネットズーの愛がある部分。食事の時間のようですね。タルフィーダー、あんまり上手に使えてない。結構小食なのかな。あんまりガツガツしていないね、食事に対して。さあ、マレーバクの赤ちゃん誕生しました。ようこそココズー別館エイ。かわいいね。抱っこしたいね。柄そこまで強くないね。日本の動物園で見るマレーバク赤ちゃんってもっと豪快に白い線が入ってるイメージなんだけど、すげえ走るじゃん。おお、デングザルの餌。後ろに大人のマレーバクもいるね。君たちベッド奪われた分やり返すのね。いいね、これぞ共存ってやつだね。なんかすごく平和ないい飼育エリアを作れた気がします。マレーグマの時よりも満足度が高いかな。おい、すくすく育ってくれ。マレーバクはね、野生の個体数3000とかで絶滅危惧種なんだけど、人間の環境破壊のせいなんでね、全部。もっとね、僕たちがこの子たち守ってあげなきゃなっていうふうに思いますね。はい。というわけで、プラネットズ東南アジア動物パーク第5弾でした。いよいよ最終回も近づいてきました。あと2話だね。次回もね、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日を。明日も良い一日を。前世は白熊らしい顔でおなじみのここでした。またねー。